さてこれから、ボディのカラー塗装をしていくんですが、今回使う塗料なんですが、タミヤの黄斑スプレーを使います。色はですね、まあ指定色でもあったので、TS7 レーシングホワイトという塗料というかカラーを使っていきます。これちょっと普通の白よりも、少し黄色みがかったような感じの白のカラーです。これをボディカラーに塗装していきたいと思います。はい、塗装をこれから始めるんですけれども、このボディを固定するためにはこの前サーフェイサーの時にも使いましたタミヤのペインティングスタンドでボディを固定していきます。こんな感じで軽くはめていただきます。で、まあ、これだけでも大丈夫なんですけど、ですね、たまにこのバネからボディがずれて、外れてしまうということが稀にありますので、それを防止するために、中央このマスキングテープで、このペインティングスタンドのスプリングといいますか、バネ部分ですね、これをこんな感じで、マスキングテープで押さえておきます。こうすると、まあ、ボディからこのペインティングスタンドがずれるという事故が少なくなりますので、これはぜひやっていただきたいなと思います。はい、こんな感じですね。でこれで、ボディをペインティングスタンド、タミヤのペインティングスタンドに固定いたしました。さてこれからいよいよ塗装に入りたいと思います。さてこれからですね、このボディから塗装していくんですけれども、まずはいつもやっている通りお湯で温めてから塗装いたします。まあ、このようにお湯につけて約1分ほど待ってから塗装します。はい、約1分経ちましたので、これから缶を振ります。このフリースに包んでから缶を振ります。約1分ほど振っていきます。はい、全体に、1回目の塗装が終わりました。かなりいい艶が出ているようです。はい、塗装が終わりましたので、ホコリがつかないように、ツールボックスに入れておきます。これでしばらく乾燥するのを待ちます。はい、1回目のボディカラーの塗装が終わりまして、結構乾燥しましたので2回目の塗装を行います。塗装する前に軽くブラシでホコリを取ってから塗装いたします。はい、最初にスプレーを2回くらい1回ですね、から拭きしてから塗装します。1回目の塗装よりも若干ですね、ボディと缶スプレーの距離を短くしてます。そして塗料がたくさん乗るようにして、ツヤが出るように缶スプレーを塗装しております。
はい、2回目のボディ塗装が終了いたしました。